この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。今週はライブはお休みです。残るは、9月2日と3日の東京ガーデンシアター。早いな、もう終わるんだな。夏が終わったね。終わりますね、夏がね。早ー。なんかこれもう例年のことなんだろうけど、ライブとか別関係なく、買ったのに着てない服ってどうして人はたくさん出てくるんだろうね。だから服めちゃくちゃ減らしたからさ、だから今まではどこに何の服があるか分かんなくって、結果着てないみたいなことが多かったわけ。今はすっごい減らしたから、だから、まあ、減らしたっつっても あやや曰く相当あるみたいだけど、めっちゃ減らしたから全部見えるようになったの。なんだけどさ、この服なさすぎてさ、ちょっと買っちゃうわけ。で着るものないんだもん。でさ、まあなんか逆にライブがあるから逆に一個ずつ着てるっていうのもあるんだけど、たださ、あのなんでかっていうと、そのなんか映像とかが撮られるからさ、なんか同じ服着てたらなんか言うわけ、お客さんが。特に男の子が言うわけ、なんか、はあ、また同じ服着てるみたいなこと言うやつがいるわけ。だからさ、なるべく違う服着ようと思ってさ、どんどん着てるんだけどさ、でもなんかメモとかしてるんだけど、何を着たか分かんなくなるから、何月何日どこどこの何みたいな。たださ、メモリ用がないわけ。例えば何月何日あの何々の半袖のブラウスとかって書くんだけどさ、特徴が一緒だからさ、なんかウサギのワンピースピンクとか書いてんだけど、ウサギのワンピースのピンク何個あるんだろうみたいな、なんかもう分かんないわけ。なんか結局同じやつ着てることとかもさ、多分あると思うんだけど、もう分かんないからね、こっちもね。なんだけどさ、それとは別にまたなんか着るものがない気がしちゃってさ、まあどんどんってほどでもないけど、何が一番困ったかって、あのね、インナーみたいな服だから、 T シャツ、普通の T シャツがなんかどんどん捨ててった結果なくなっちゃって、なんか汎用性の高い T シャツがなくなっちゃってさ、で結果 T シャツ買うみたいな。でね、今日着てるこの T シャツあるじゃん、この何の変哲もないこのピンク色の T シャツ、これさ、引き出し開けたらさ2個あって、だからもうこの何週間のうちに2個買ってんのだってさ、分かんなくなるんだよ。なんかさ、ゾゾタウンはさ、あのお気に入りにとりあえず入れといたらさ、週末になったら割引になったりとかさ、あとあなただけのタイムセールが来るわけ。もうゆかりだけのタイムセールなのよ。だお気に入りに入れてるやつをなんか分かんないけどターゲットにして、もうちょっと安くなるみたいなやつがね、たまに来るわけ。多分ゆかりだけのタイムセール来ちゃったんだろうね。2回買ってたよね。でさ、お気に入りをさ買ったら外せばいいのに、入れっぱなしにしてたから多分分かんなくなって買っちゃったんだと思うの。まあだからなんていうの、2個あるからもうなんか心に余裕を持って今この T シャツ着てる。なんかあってももう1個あるしみたいな感じにはなってんだけどね。だって9月になったらもう急に長袖でしょ。それでは今夜も怒りの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めまして、こんばんは、田村ゆかりです。何なんだろうね、気温はあったかいけど暑いけど、もうなんか色味とかがちょっと秋の装いみたいな感じの色じゃないと、ちょっとなんかこう季節に取り残されてる感じがさ出ちゃったりするでしょ。あれね、なんだろうね。家の中とかでは別にさいいと思うんだけどさ、ただ家の中だとさ、T シャツめっちゃ食べられちゃうから、うさぎちゃんに。それもあって多分 T シャツとかバーって捨てちゃったのもあるんだよね。もうすぐ食べんの。なんかね、新しいのが好きなのかな、まだなんていうの、かじってないやつが好きなのかわかんないんだけど、かじってないやつかじりたがるんだよね。もうすぐだよ、速攻。
だからさ、なんか T シャツのサイクルが結構早い気がする最近。なんかね、うさちゃんのね、おもちゃみたいなのをさ、昨日ちょっと新調してね、トンネルな、布製のトンネルなんだけど、なんつったらいいんだろうな、なんかこう紐にボンボンがついてるのがこうぶら下がってて、でそこに多分当たったら楽しいよみたいなことだと思うのね。で多分うさぎ専用っていうか、猫だったりモルモットちゃん、なんか大きなネズミちゃんだったりとか、多分チンチラちゃんとかさ、なんかその小動物のなんていうの、なんでもいいよみたいなやつだと思うのよ。まあ確かに猫とかは当たったら喜ぶよねきっとね。ほんでさ、まあなんかちょっと引っかかるなと思いながら、まあこう見てたわけよ。そしたらさ、別にウサギはこの当たって戻ってくるやつそんな興味ないからさ、一瞬目を離した隙にもう速攻で食いちぎってていやダメ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 っつってさ、もう食べちゃうから、なんかもうダメダメっつってパって取って、あれはでハサミで切ってね、残ってるとこね、もう危ないから、なんだあれはもうね、何もう何でも食べたがるから、もちろんかじり出したらさ、飲み込んだら危ないからさ、ダメダメっつってさ、こうダメ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 ってするんだけどさ、髪をねとにかくすごい食べたがるわけだからさ、台本とかがさすごいクリップでさ、なんていうの、穴開けるタイプのクリップあるじゃん、あれみたいな感じでなんか穴開いてんのゆかり気がついたらかじられてるからダメダメダメっつってさやるんだけどさ、なんかまあ可愛いけどさ、もう本当に目離すとすぐかじっちゃうから危ないなって思ってる。だからもうさ、ウサギはさ、そのなんか飲み込んだものを猫みたいに吐き出せないからさ、だからさ、で口ももういいって開けさせられないわけ。猫ってなんか頑張っていいってさ、まあ取り出すことは無理だけどさ、いいってするじゃんね。もうなんかウサギ歯が長いからさ無理なんだよな。コードとか、うちはね、お部屋の中には離さないからコードは大丈夫なんだけど、一回だけでそのサークルの中でしか絶対出さないからさ大丈夫なんだけど、一回だけね、そのペットカメラ用のコードがサークルの縁に引っかかっちゃってた時があって、その時に一回だけかじられたけど、でもねそれ以降は全然大丈夫だから、そのコードカバーがどうのこうのとかさ、そんなのも分かってんだけどさ、ただまあお部屋に放つことはないから、まあ、そこはサークルの中にさえ入らないようにしとけば大丈夫なんだけどね。なんかすぐかじるって言うよね、あれってさ、なんかかじりたい素材みたいなのさ決まってんのかな、それとも何でもいいのかな。なんかね、その昨日出したトンネルの他にもう一個ね買ったおもちゃがあるんだけどさ、それがさ段ボールのお家なの。でもさ、あんなに紙を食べたがるってことは段ボールってダメじゃないって思っちゃって、でもそれはウサギちゃん用なのかな、だからかじんないウサギももしかしたらいるっていうことなのかもしんないけど、あんまりかじんないかな、わかんない、習性だからかじるはかじるんだろうけど、だまだちょっと怖くて段ボールのお家は出してないんだよね。だって絶対かじるでしょあんなのね。まだその布のトンネルはそのぶら下がってたやつだけしかかじってないからいっかと思ってるけど、ただね、なんかあんまり喜んでないんだよな。なんかね、プラスチック製の蛇腹のトンネルがあって、なんていうの、ビョーって伸ばせるやつ、それを出した時はなんか大興奮でサタタ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 って走り回ってたんだけどさ、ただそれはね、なんか中でカジカジしちゃうわけ、プラスチックもかじっちゃうわけだから、そのプラスチックの中にかじり木をさ入れてさ、かじる用の木、それでごまかしたりしてたんだけどさ、もうなんかかじり木をシャ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 ってやってポイって追い出してまでプラスチックをかじるから、もうそれもう、はい、もうダメですっつってはい、もうかじるからダメですっつって、もうミミちゃんが悪いんだからねっつってもうそれはもうすぐビュンってこう閉じてすぐ捨てて、で満を持してのその布製のトンネルだったんだけど、なんかそんなに楽しくないそうなんだよね。
なんか一回その蛇腹のプラスチック製のトンネルにさ、ミミちゃん入ってた時にさ、なんかゴロンゴロンゴロンって転がってた時があって、一回うわーってなったよね。いやだって絶対中でパニックでしょあんなの。だからさ、あのなんだろうな、わかんないんだけど、すごいちっちゃい本当にウサギと同じくらいのサイズの無理やり入れる藁のなんかこうトンネルとかも入っていくんだけど、入った瞬間になんかコテンってひっくり返ったりするわけでさ、あのすごいパニックで出てくるんだけどさ、でなんかもう髪の毛っていうか毛がボッサボサになってて、でそれが気に入らないからこう自分でペロ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 してさ解いたりしてるんだけどさ、目回るよね絶対ね。もうだから目を離すと危ない。何するか分かんないから本当に目を離すと危ないんだけど、それもなんか不思議なんだけど、サークルの中に出してほっといてもなんか端っこでこう丸まってじっとしてるだけのことが多くって、んで近くに行くと、ゆかりが近くに行ったりサークルの中に入ると急になんかバタ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 って暴れ出したりするんだけどさ、走り回ったり。だからなるべくサークルの中にいるようにしててさ、ゆかりも。だからサークルの中で台本読んでたらミミちゃんが食べちゃうんだけどさ、ねえ食べるつうか、まあ、かじって穴開けちゃうみたいな。すごいんだよ、なんかさ一回ガブって噛むだけでもうなんかピッて切れちゃうの、歯の形に斜めにザシュって。でなんかあの噛みちぎってはないけど、なんかピーってこうなんつったんだろう、歯の形でさ線入ってるから、すごい鋭利ってことだよね。そりゃ噛まれたら痛いし血も出るわって。最近はなんか血も出るほどの噛みつかれはないけど、まあ、引っかきはなんて言うんだろう、なんか切り傷みたいなやつとかはあるけどさ、本当になんか一回だけ指先めっちゃ噛まれた時あって、それが結構ショックだったんだよね、割と初期の時。懐いてると思うんだけどね多分。なんか、だからそのサークルなんか入れててもあのゆかりがいる方向に絶対来るし、なんかずっとこっち見てるし、だから多分懐いてるとは思う。でなんかその動画とかで見るほどのそんな熟練のウサギほどの懐きではないと思うんだけどさ、だからその撫でてほしくてなんかこう手の下に頭入れてきたりとかさ、まだそこまでではないけど、でもなんか割となんかこう隣にピタってくっついて撫でろみたいな感じではあるから、だから懐いてはいるんじゃないかなとは思うけど、気のせいだったらどうしようとは思う。あやがたまに見てる感じだと懐いてるって言ってくれるけど、でもわかんないんだよな。でもあややにも結構もう慣れてるよね。なんか基本的に私になんか出せ出せってやるんだけど、出して出してってやるんだけど、私がふーって離れたら、うーんあややでもいいから出してみたいな感じになるもんね。なんかね、出して出してってなるから、だからなんか割と慣れてる気はする。よく来てたからねお家にね。そうそうそう、それはあるかもしんない。でもやっぱもう可愛いね。なんかもうなんかもうあと多分誰も見たくないと思うんだけどさ、動画を送りつけちゃうね。正直そんな見たくないと思うね、送られてきた人も。もうだって言うことは可愛いしかないじゃんもう。だからさ別そんな見たくないと思うんだけど、しかも別そんな面白い動きしてるわけでもないんだけど、なんか送っちゃうよね、撮っちゃうよね。そうなんだよね、そうなんだよね。いや可愛いですよやっぱウサギは。まあウサギだけじゃないけどね、きっと可愛いのはね、ワンちゃんだって猫ちゃんだってみんな可愛いと思うけどさ、でもなんかねえずっとさ触っちゃうね。ゲイとかはウサギってするのかな、
なんかあんまそういうイメージないけどね。なんかさ、ワンちゃんとかはさ、ご飯あげる前にさバーンってしたら倒れたりするやつとかさ、あれはさ、弟ん家のワンちゃんが多分ね犬あるあるだと思うんだけどさ、なんだろう、お手ん違うな、お座りが先わかんない、お座りお手ほいでおかわりもすんのかな、ほいで待てっつってなんかバーンってやったりするでしょ。であれがさ、あとまあよしとかさ、待ての後あれがさ多分あるあるだと思うんだけどさ、もうワンちゃん頭いいからさもう覚えるじゃん一連の行動として。でさ、ご飯をある気配を見せて、見せてっていうかご飯あるよっていうのでお座りって言ったらさ、もう座った瞬間から全部勝手にやる、すごい速さで全部やって勝手にバタンって倒れたりするでしょ。ほんでなんか食べていいですよね、食べていいですよねみたいな、あれさ、あれは何、やっぱある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 なの、親方んちもそう、やっぱみんなそうなんだ、一刻も早く食べたいみたいな。やっぱそうだよね。こないだなんかスタジオにいたワンちゃんももうすごい速さでそれやってて、あ、やっぱやるんだと思ったんだよね。そのワンちゃんはなんかすごい大きくなっててちょっとびっくりしたんだよな。犬種ちょっとわかんないけど、なんか子犬の時、まあでもそりゃそっか、誰でもそっか、子犬の時はちっちゃいけど気づいたら大きくなってるもんね。そうだよね。でも本当に同じ犬なのかってちょっと疑っちゃったぐらい大きくなってたからちょっと聞けなかったもん、なんか あの子ですかってなんか2代目とかだったらどうしようって思って聞けなかったんだけど、うん、でもやっぱ大きくなるよね。うさぎはなんかうちの子は今 950g で結構大きくなったんだけど、でももうちょっともしかしたら大きくなるかもしれないけど、多分大きくなっても 1.3 キロぐらいまでじゃないかって最初にその購入したお店からもらったなんか紙みたいなやつに書いてあって、だからでも 1.3 キロまでいったら結構でかくなるな。今でさえ結構大きいなって思うから。ブラッシングはね最近なんかねちょっと自分で やれてる。なんかお店でやってくれた時のを見て、もうまずそのブラシはここに売っていますかって聞いて、同じブラシを買って、ほんでなんかやり方もすっごい見て、ちょっと見よう見まねでなんかやってみてる。だもうなんかすっごいなんか丸い毛玉が取れて、そうそう、でもめっちゃ嫌がる。でそのひっくり返し方とかもお店の人のやり方をすっごい見て、お店の人がやってもちょっとひっくり返すとやっぱ嫌がってたけど、足がこう地につかなくなっちゃうから、でもなんかね見て、なんか見よう見まねで最近はやってる。でも難しい、あと嫌われたくない。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバムかくれんぼより、田村ゆかりでビジュアルエスケープ。
きの才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村いつき先生は褒めたたえます。お題は帰ったら自分の部屋にゴリラがいた時の俳句です。一体どんな俳句が集まっているのでしょうか。来世は朝顔さん、ヒロ水入れてドライアイスで煙出す、ベレーみたいなことでしょ。ゴリラ登場みたいなことだよね。まあ結構なドライアイス必要じゃないすごいでかいドライアイス必要じゃん。じゃあクリステさん、ヒロ武井壮ゴリラ倒し方で検索。何、武井壮さんってゴリラ倒してくれんのなんかこういう何かしらを倒すやつがあんの。あらゆる動物を倒すの、倒すの、仲良くなるとかじゃなくて倒すの、どういうこと。それ何、テレビとかでやってんの。何、今まで何倒してきたの。シミュレーション、あ、倒すシミュレーションをしてくれんの。トラとかゾウを人が倒すつもりなの。ライオン、それね、武井壮さんが倒すってことを自分でシミュレーションすんの。何その、ちょっと弱点はここ。ゾウの弱点ってちなみにどこなの。鼻じゃないよね。鼻はだって巻き取ってブンとかされそうだから、みたいなことを武井さんがすごい真剣にもしかして考えるの。本当に動物に詳しいわけとかじゃなくって、あ、詳しいんだあー、だからこそもうわかんないけど、適当に言うけど、ゾウが出たらとりあえず足をすくえとか、なんかそういうこと。無理だねあー、なるほどね。ちょっと私後で検索してみようかな、これゴリラもしかしたらあるかもしんないな次のお題は5751で一句です。皆さんからの才能のない俳句たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバムかくれんぼより、田村ゆかりで忘れなずき。静かな夜に月明かりだけが二人の影を見つめていた。涙がそっと流れてく音をため息だけじゃ隠せなくて、繋いでたあなたの手にもう二度と触れなくても平気だよと笑ってみせるから、優しくなんてしないで。会いたくて会いたくて心って叫んでた、もう届かないあの日の二人に、愛しさも悲しみもあなたがくれた全てのものを思い出にできない、今はまだここにいさせて。
お別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。皆さん、ゴリラの弱点は後ろ足です。ハンマーパンチが来た時に後ろ足を狙いでした。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。嘘にする忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる、でもね涙が溢れる前に言わなくちゃ。人が